ゲーム世界、はい、すいませんお忙しいところ、うん、今何見てるんですかそれ。これ今度出る脳卒中運動学の本になる前の段階の、まあ、色のチェックとか文字誤字脱字ないかとかっていうのを今全部見てる。あ、最近発表された鈴木俊明先生の。そうそう。あ、そういう作業してるんですね今。そう。あのできました。何？前あのゲメさんに、うん、あのコラムの作成をお願いしてもらったじゃないですか。ああ。文盲書校の。やったね。で、あれを綺麗にしてやつができました。ついに。はい。ありがとうございます。ちょっと実際見てみてください。こんな感じです。ほすごいね。これめちゃくちゃかっこいいじゃん。そう、アニメーション加えました。あら、色味も素敵。動いてますよ。まあ、今回あのゲメさんに書いていただきますが、うん、特集文回し歩行という感じで、これ何かっていうと、あの最近あの YouTube で、うん、あの新しい会員定額サービスのコンテンツが発表されたじゃないですか、うんうん、臨床ピックスっていう名前の。でこれは、毎月何か一つのテーマを深掘りしてそれを特集にするっていう、まあ、ちょっといろんなあのコンテンツを組み合わせたあのサービスなんですけども、でそれの第1回目が今回ゲメ先輩に書いてもらったこれです。でこれただ文章とかイラストが載ってるだけではなくて、あの実は文盲書校に対する今度実技映像もあります。そんなのもしちゃう、はい、いいでそうそう、で しかも、うん、あの今回実技映像を鈴木俊明先生自らがあのやってくれることになったんですよ。それ本当なの？そうなんですよ。すごいね、はい、いやあのご相談したらあのご快諾いただきまして、あの忙しいのに、はい、あもう絶対見たい、ね、そうなんですよ。だから監修者自ら実演という、じゃあ本当に群馬商工に対するその実技も含めて、そうなんですよ、学べると。そうなんですよ。あ、最高じゃないですか。実はもう一つありまして、今回この文回し歩行 の、うん、あの参考文献、その後ろの脳卒中運動学じゃないですか、うんうん、で多分このコラム見たら皆さんちょっと読みたくなるじゃないですか。なるね。と思いまして、うん、その脳卒中運動学の文回し歩行の章があるんですけども、うん、その第7章を e-books で、うん、あの全部読むことができます。ただで、そうです、会員さんはただで見れます。それはいいんですか？あの期限付きですけども、その期間中は。そしたら最高ですね、はい、なので、まあ、今回は文回し歩行深掘りという形になるんですけども、うんうんうん、今後もこういう感じで何かしらテーマを一つ決めて、うんうん、毎月こういうふうに。毎月？はい。なのでゲームセンパー今回そのお願いがですね、うん、あの次回もあのぜひ書いてくださいという話です、まあ、編集員として頑張ります、はい、ぜひお願いいたします。じゃあこんな感じで毎回よろしくお願いします。ちょっと楽しみにしてます、はい、僕の方がむしろ実技も含めて杉先生の動画をぜひ楽しみにしています。できたら見せてください。ありがとうございます。